い、回りました。5秒前。4、3、2。皆さんこんにちは、痛快リカチャンネルの時間です。今日は毎回好評の恋のお悩み相談です。それでは早速ご紹介します。ですね、30歳の女性からですね。大人の女性は男性を見た目で判断しないって真実なのでしょうか、という問い合わせなんですけども、これは大人の女性とかっていうものではなく、例えば年齢関係なくですね、人を見た目で判断する人と中身を見る人と分かれると思うんですよ。で、確かに例えば10代とかね、そういうほらアイドルに走ったりとか、わーみたいな、かっこいいとかっていう、そういうのは見た目ってあると思うんですね。なぜかというと、アイドルの人と接して付き合って、その人の中身はどうかっていうのを知ることができないので、そういう意味ではあるかもしれないんだけど、実際恋人とかそういう形ですよね。これそうなってくると、まあ普通はですね、ちゃんとした賢い女性は見た目だけでは判断しないと思います。それは大人の女性というのかどうかは微妙なんですけど、年齢に若い人でも見た目で判断しなくて中身重視の人もいるし、年を取っててもね、例えば本当に見た目だけで行く人もいるんですよ。もう50代の人でも見た目だけで行って、って思う人とかもいますから。でこの意味の大人の女性っていうのは多分考え方なんですよね。考え方が大人の女性っていうのは男性を見た目では判断しないと思います。以上です。大丈夫でしょうか。今日のお悩み相談でした。